500人広場どがりのオーベリスク500人広場は、イタリア・ローマの中心地区にある広場で、ローマ・テルムニー駅、ジョバン・ニ・ジョリッティ通り、マルサーラ通りとビラペレッティ広場に囲まれた場所である。地名の由来は1887年のどがりの戦いで圧倒的劣勢下で戦った500人のイタリア軍人の犠牲者を追悼するため命名された。それ以前は隣接する。 ディオクレティアヌス浴場にちなんで、テルミニ広場と呼ばれていた。1551年に作られた地図では、この付近はアルティシマスロマエローカスと呼ばれており、ディオクレティアヌステイやシクストゥス5世が作った人口の丘、ジュースティツヤであった。1860年から1878年にかけてローマテルミニ駅の建設のため、この人口の丘は崩されて整地された。 テルミニ駅前には500人のイタリア軍人犠牲者を追悼するため、サンタマリア・ソプラ・ミネルバ協会の敷地から発掘されたラムセス2世のオベリスクが建てられた。このことからこのオベリスクは、ドガりのオベリスクと呼ばれ、駅前広場は500人広場と呼ばれるようになった。1924年、500人広場の改修のため、 このオベリスクは、共和国広場との間にある、小さな公園に移設され、ディオクレティアヌス浴場にちなんで、テルメオベリスクと呼ばれるようになった。500人広場内のセルウィウス城壁500人広場の北端沿いには古代ローマ時代のセルウィウス城壁が、残存している。広場の北西側は306年に建てられた、ディオクレティアヌス浴場跡で、現在は、サンタマリアデリアンジェリエ、 デーマルティーリ聖堂やローマ国立博物館の文館となっている。また、広場の南西側にはローマ国立博物館の本館であるマッシモグとなっている。ありがとうございます。